おととい未明、浜松市天竜区で発生し、3人がけがをした土砂崩れで、崩落した土砂は違法な盛り土だった可能性が浮上しています。浜松市は住民からこの盛り土についての相談があったことを認めていて、鈴木市長は不手際があったと予見されると語りました。浜松市天竜区緑恵台です。住宅地にある斜面が崩落し、浜松市の職員による現地調査が行われています。おととい未明、浜松市天竜区緑恵台の住宅地で土砂崩れが発生し、住宅3棟が全半壊し、9歳の子供を含む3人がけがをしました。この現場について複数の周辺住民から、少なくとも5年ほど前まで業者による盛り土が造成されていたとの証言が相次いでいて、この盛り土が被害を大きくしたのではないかとの指摘も出ています。残土捨て場ってなってたかな、残土処理場ってなってたのかな、こういう小さな札が立っていて、そこにどこかから土を持ってきては捨ててたんじゃないかなと思うんですけれどもね。私の姉が別のところからやってきて、何あれはっていうぐらいに、結局異様なっていうかね、不自然な光景だったと思うんです。昨日現地で調査をした県の盛り土対策課は、別の土地から持ってきたとみられる土砂を確認しています。鈴木市長は今日の会見で行政対応について言及しました。早いうちに行きたいと思いますし、先ほど私申し上げました通り、どうもいろいろ報告聞いてますと、我々にも不手際、不備があったということが十分予見をされますので。浜松市は2014年に天竜区役所のまちづくり推進課に土が運び込まれているなど、住民からの相談を受けていたことを明らかにしました。他にも3回ほど住民の相談や通報などを受けていたということです。浜松市によりますと、この盛り土は造成の際に必要な届出が提出されていない上、排水施設なども整備されていないため、違法な盛り土だった可能性が浮上しています。市は今後第三者委員会も設置し、造成のいきさつや状況を早急に調査していくとしています。